はるにちは、矢野はるです。今回は地下鉄に乗ってパリのディズニーランドに行ってきました。初の海外一人旅、ディズニー編です。パリ20区にあるホテルを出発して、乗り換え含め約50分電車に揺られます。スリが多いと聞いていたので身の回りには気をつけました。電車の中空いているけれど寝ちゃダメだ。駅に到着しました。切符の買い方は別動画をご覧ください。やってきました、パリのディズニーランド。のんびり来たので開園30分後ぐらいに着きました。パリのディズニーにはディズニーランドパークとウォルトディズニースタジオパークの2エリアがあって、1日遊ぶのであれば2つのエリアを自由に回れるチケットがおすすめです。私も事前にチケットサイトから1デイ2パークのチケットを購入しました。こっちの方が空いてそうだったのでウォルトディズニースタジオパークから行きます。ミッキー、さあアトラクションに乗るぞ。日本でいうタワーオブテラー10分待ち。とりあえず空いていそうなアトラクションから乗っていくスタイルです。エディモーションソナー、エディモーションビジュエル、エディモーションドレスプリなんか緊張してきました。真下に落ちる系苦手なの忘れてた。でも普通のジェットコースターは得意です。気を取り直して次はここ。シングルライダーの利用で待ち時間15分くらいでした。装着。このスコアはいいのか悪いのか。次はこちらのアトラクションへ。わあ、シングルライダー利用で5分待ちだ。誰もいない。結構激しかったけれど楽しかったです。踊ってる。とりあえず歩きます。トイストーリーの可愛いエリアに来ました。ミスターポテトヘッドだ、可愛い。こちらに乗りました。このくらいの落下速度なので全然楽しめました。続いてはこちらのアトラクションへ。
途中で止まってしまいました。残念。エリアを変更してディズニーランドパークへ。ディズニーランドパリは1992年に開園して世界で4番目にできたディズニーリゾートです。ちなみに1955年にカリフォルニア、1971年にフロリダ、東京ディズニーランドは1983年です。オベイがくるくるしてる。夢の国ってなんて幸せなんだろう。どこ見ても素敵。インディ・ジョーンズ10分待ち。パイレーツ・オブ・カリビアンも10分待ち。あれれれ。また途中で止まっちゃいました。平日だからなのか、小さい子でも乗れるアトラクションは他の乗り物と比べて並んでいる気がしました。でも一番並んでいて45分待ちでした。東京ディズニーランドに比べたら全然並ばなかったです。パレードも見たいけれど、レストランの予約時間があるので諦めます。ディズニーランド公式アプリからレストランの予約をしておきました。アプリについては別動画をご覧ください。予約していたのですが、20分くらい待ってやっと入れました。雰囲気いい感じ。せっかくなのでリッチにフルコースを頼んだら、とても量が多くて食べるのに時間がかかりました。とても美味しかったです。なんとかデザートまでたどり着いた。お腹がいっぱいになりました。みんな大好き、It's a Small World。 あ、パレードやってる。今がチャンス、絶対空いてる。わーい、待ち時間なし。まさかの貸し切りでした。平和な世界でした。続いてスターウォーズのジェットコースターに乗りました。
面白かったです。ウォーリーかわいい。こちらもスターウォーズのアトラクション。こちらも面白かったです。こんなに明るいのにもう夜の20時です。閉園時間までいたいのですが、夜遅くに地下鉄に乗るのは怖いので、そろそろ乗り納めです。ホーンテッドマンション的なアトラクション、5分待ち。安定の面白さでした。お土産も買えたし、そろそろ帰ろう。夢の国から帰るときってなんでこんなに寂しいのだろうか。バイバイディズニーランド、絶対また来よう。ホテルに戻ります。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。